お待たせいたしました。ロンシャンボーイの突進で仕切り直しとなりました。皇太子殿下ご成婚奉祝第34回の宝塚記念です。芝の 2200m、 ロンシャンボーイもすんなり5番ゲートに収まりました。ホワイトアローアイルトンシンボリー、イクノディクタスも入りまして、先ほどと同じく8枠2頭嵐シャコーグレイドとゲートに近づきます。11頭のゲートイン終わりました。スタートしました。11頭先行争いに入ります。まずホワイトアローが行くのか、外からは嵐、まだポジションが決まりません。内からはメジロパーマー、ロンシャンボーイ、メジロマックイン、さらには6枠西のフラワーも前に行きました。さあメジロパーマーが馬場の五分どころに出てまいりまして先頭です。西のフラワーが2番手に上がってきました。3番手ロンシャンボーイとメジロマックイン、4番手集団にはホワイトアローと内から嵐、最内にオースミロッチ、その後アイルトンシンボリ、シャコーグレイド、後方は石庭竜王、最後方にイクノディクタスが控えまして、各馬が第1コーナーのカーブに入ります。馬場の3分どころメジロパーマーが逃げます。メジロパーマー先頭、リードが2馬身ぐらい、2番手には西のフラワーで第2コーナー、3番手にメジロマックイン、内をつく1頭はオースミロッチ、これが4番手で第2コーナー、その後は間から嵐が行きました。嵐が5番手集団、ホワイトアロー、ロンシャンボーイと共に固まっています。その後シャコーグレイド、さらに3馬身差アイルトンシンボリ、後方から3頭目、その後ろに石庭竜王、2馬身がいてイクノディクタスが最高峰待機で向こう上面中間です。先頭はメジロパーマ、リードが4分の3から半馬身、西のフラワーが絡んでいきました。西のフラワーが今度は一気に先頭に並んでいった。あとはオースミロッチが内らち沿い、その後はメジロマックインが3番手前を追っています。あと嵐が前からは5番手、さあその後にはシャコーグレイド、シャコーグレイド、ホワイトアロー、アイルトンシンボリ、石庭竜王、その後イクノディクタス、最後方はロンシャンボーイと変わりました。3、4コーナー中間に向かいますが、今度は先頭は内からオースミロッチ、メジロマックインが早めに行った。間からは西のフラワー、ちょっとメジロパーマーが後退していく。メジロパーマーは5番手ぐらいだ。内ラチ沿いからオースミロッチ、そしてメジロマックインが来る。間からは西のフラワー、後方をつきましては石庭竜王も差を詰めてきた。第4コーナーから直線に向きますが、内ラチ沿いにオースミロッチ、外をつきましてメジロマックイン、内外が大きく開いている。追い込み勢からはイクノディクタス、石庭竜王を突っ込んできた。メジロマックイン堂々と先頭で200を通過。あと2番手はオースミロッチ、イクノディクタス、石庭竜王を突っ込んでくるが、うちのオースミロッチとの2番手接戦だ。メジロマックイン、さあ2番手はイクノディクタス、メジロマックインゴールイン。メジロマックインです。メジロマックイン悲願の宝塚記念を制覇。2着争いは2番のイクノディクタスが上がりました。